今日は NG なしということでお願いできればと。はい、さらわれるっていうことはあったね。え、ガクさんがさらわれたことあるんですか？僕はないね。あ、じゃあまあ、うちのメンバーさらわれたりとかそんな笑い事じゃないですよ笑って言ってるけど、本当当時はマジで大変で、はいはい、まあこれもちろんテレビとかじゃ言えないんだろうけど、いつ襲われるか分かんないような状況だから、はい。え、で結局それはどうやって解決というか収まったんですか？収まってないね。収まってないんですか？収まってないね。あ、じゃあ和解とかもなくそのまま、ね、なるほど。だから、はい、よく当時、はい、まあ、僕に関わるなってよく言われたよね。ややこしいからと。あ、もうとにかくややこしいから、はい、で、まあ、僕もこういう性格だから今はもうついぶん丸くなったけど、当時は本当にやるなら差し違えるけどって、はい、っていう考えでしかなかったから、はい、めちゃくちゃピリピリしてたし、はい、ね、でテレビの仕事とかももちろん入ってはいたけど、性格がこうだから、はい、ね、まあ、おそらく周りのスタッフとか業界の関係者とか知ってるじゃん、はい、最近も言われてましたよね。何でしたっけ、ガーシーチャンネルでも、うん、ガクさんとは関わるなって言われたから関わんなかったとか言って芸能界の闇的な扱いされてましたよね。何も暴露されてないのに闇扱いでしたよね。いろんな理由あるんだけどね。あ、まあ、うん、いろんな理由はある。それ言われ、それあの、言ってたやつでしょ。あの、はい、P は入れないと多分結構言われると思うけど、はい、言うと揉めたね。 P さん揉めたんだよ、はい、その彼と。なんで揉めたんですか？まあ、彼がちょっとやらかしちゃったのよ。ほうほうほう。で一応彼先輩で僕後輩なんだよ。ああなるほどなるほど。だけど、うん、彼のまあちょっと悪い癖で、はい、ちょっとこうすぐ後輩下見るんだよね。ああそうなんですね、うん、で最初はすっごい仲良かったんだけど、仲いいのに結構やらかしちゃって僕に対してね、はい、で当時もこういう性格だから、はい、切れちゃって先輩ですよねそうなんだよ。それはね本当にね、僕も反省してる。反省してるんですか？本当反省してる。それは本当申し訳ないなと思う。先輩に対しての言葉遣いじゃなかったなって、それは本当に思う。え、なんて言ったんですか？いや、でもう切れちゃって電話しちゃったんだよね。はい、もう出てこいつ先輩に、うん、ぶっ飛ばすから出てこいつって言っちゃったんだよね。いや本当そんなこと言うなよって今からだと思うんだけど、はい、もうねすぐねスイッチ入っちゃうと、もうね手が早いじゃん当時は、はい、すぐ言っちゃったんだよねで、まあ、で一応その時詫びも入れられたんだけど、はい、収まらなくて自分が、はい、いいえ許せないみたいな、お前マジぶっ飛ばすから出てこいっつってそれからね、着去それ何年ぐらい前の話ですか？何年だろうな、結構昔。結構昔そういう背景があってのあれだったんですねそうそう。でもね一応僕も大人だから、はい、まあまあその後に先輩に対してあんなこと言っちゃいけないなとか、はい、もちろん自分がきっかけではないよ、はい、相手が仕掛けてきたことに対して、はい、まあ許せないことをやられたんだよ、はい、まあ、その内容はいいとして、はい、相手も相手だから、はい、うん、今更そんなこと言ってもさ、うんうんうん、それはとか責められるの嫌じゃ、嫌だし、はい、ただ何をやられようが一応先輩じゃんぶっ飛ばしちゃダメですよ ね、 やっぱり思う先輩にね、てめえぶっ飛ばすぞとかね言っちゃダメだよね。言っちゃダメです。先輩だから。中高で習わなかったですかいや本当ね、やっちゃったんだよね、うん、なるほどなるほど。でそこから大変、いろんな他の後輩たち、はい、僕よりも下の後輩たちから電話かかってきて、同じ業界の、まあ、バンドってさ縦のつながりめちゃくちゃ多いじゃん、はいはい、彼が知ってる後輩も、はい、僕が知ってる後輩もみんなつながってるから、はい、付き合いはあるよね、はい、その後輩たちに迷惑かけちゃって、まあ、迷惑というか
彼らからいきなり電話かかってきてさ、何々さんからガクトとは付き合うなって言われたんですけど、相当怖かったんでしょうね。で何があったんですかって、理由聞いてないし、はい、でも理由をさ言うとさ、はい、それもなんていうのかな、違うなとも思ったし、 彼が落ちることになるから、はいはい、彼の関係性もあるじゃん、彼と後輩の関係性も、はいはい、うん、そうですね、それは違うなって思ったから、はい、いやちょっといろいろあったなと、ちょっとやっちゃったんで僕が迷惑かけるから、向こうが僕と付き合うなって言うんだったら面倒くさいことになるから僕と距離空けていい、そっちでいてくれって、うん、もうちょっと申し訳ないっていうか、はいはい、まあね、僕のそのなんていうの、その喧嘩っ早いこの性格が、はい、まあ、相手が気分を害したんだろうね、はいはい、でもまあ害されること先にやられたのは僕なんだけど、それでもまあ言い方もあったのかなとか。ありましたね多分ね。本店でのぶっ飛ばしているのは言い方ありますね、いろいろ。でもね、本当に許せなかったんだよね。マジで。マジで許せないことをされて。はいはい、まあそれでも先輩だもんなって後から考えると、まあまあしょうがないか。それは何日かしてそう思ったんですか。何日かして、まあ、着去されて、ああみたいな。はいはい、その後に後輩から電話かかってきた時に、あーあーみたいなね。なで、もうこの件に触れるなと、うんうん、お前たちにも迷惑かかるから僕と距離あげろ、もういいから僕と付き合わなくていいから、もう向こうと付き合え、もうややこしいことになるからやめろ っ, つ っ, て、うんうん、って言って、全員ものすごい数から連絡来たんだよ、はいはい、ものすごい数に言ってんだと思ったんだけど。そうですね、ものすごい数に言ったんだなって、うん、なるほど、で多分それはずっと彼の中では消えてないんだろうね、うん、だから多分ガーシーにも言ったんじゃない。なるほど、なるほど。でもテレビとかの場で共演とかなっちゃうことがあるんですか。共演もあるあったんで、その後も、はい、でオファー来た時にも、いやいやいや僕はいいけど向こうは嫌だと思うよ。なるほど、向こうはやりたくないと思うよ、まあ、それは一応伝えてね、うん、いや説得はする、だからよろしくお願いしますみたいな、まあそこまで言うなら僕は構わないと、ただ向こうがまた同じことしてきたら、その時はちょっと僕もさすがに我慢できないし、結構我慢してきてここにいるから頑張って大人の対応はするけども、それは勘弁してねっていうところで、うん、まあ向こうもねそれなりの距離を保ちながら、でもまあ裏では僕とは付き合うなと言ってですね、まあまあでもこれはね、はい、先輩に対してて、めえぶっ飛ばすぞって言っちゃった僕のね幼さ。一つ目の敗戦記入りました。あれでも違う先輩とも喧嘩してませんでしたっけ、あの杉蔵さん。もうさ、はい、そう喧嘩のことばかり言うのやめてくれない。いや今先輩シリーズで言うとパッと思いついたんですけど、いやそれはそうなんだよ。そうなんですね、うん、きっかけは何だったんですか。いやきっかけは楽屋隣だったんだよ。そんぐらいいいじゃないですか。違う楽屋隣で、はい、杉蔵も楽屋がたまたま隣で、はい、僕の楽屋はダンサーもいたから大部屋だったんだよ、はい、僕らイベントで一緒になって、で僕は当時杉蔵のことをめちゃくちゃそう尊敬してたんだよ。ああギタリストとして、はいはい、先輩だから杉蔵っておかしいんだけど、そ、まあ、杉蔵のことをめちゃくちゃ尊敬してて、でリハーサルもずっと見てた、はい、すごいギタリストだなやっぱりと。上手なんですね。うまい、本当にうまいんだよ。あれルナシーのバンドの人でした。そう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 、はい、まあ、X のメンバーでもあるしルナシーの、まあ、ギタリストでもあるし、で当時はソロでステージに上がったんだよね杉蔵が、はい、で僕ら鳥だったんだよ、はい、多分テレ朝がなんかの主催だった気がするけども、うんうん、僕らが鳥の前にステージに行く直前で楽屋で気合入れしたんだよ向こうが、僕らが、僕、あ、楽さんでしょ、はい、まあ、彼らはもうライブが終わって、うん、もう楽屋でくつろいでたんだろうね、はい、杉蔵と杉蔵の一緒にそのソロで回ってたメンバーが、はい、で僕らは出番の前に、はい、あと3分で本番ですって言われて、うん、よしじゃあ行くかって言ってみんなで集まって、で気合入れをしたんだよ、はい、で僕がたまたま杉蔵の楽屋の一番そばにいたんだよ、うんうん、で気合入れをした後そっちに戻って用意をしてたら杉蔵の楽屋からうるせえこの野郎
なんで騒いでんじゃねえバカ野郎っていうのが聞こえたんで、はいはい、はってやっぱその時に思っちゃってで、てめえぶっ飛ばすだろうね調子乗りやがってみたいな感じになっていうのが聞こえてきたんだよ、はい、でパッて周り見たら誰も気づいてない、はい、メンバーもダンサーも結構血の気が多い連中がいっぱいいたから、はい、やっぱと思ったんだその時ほうほうほうこいつら言ったらどうしようって聞こえてないんですね、はい、でも聞こえてなかったんだよ、はい、彼らダンサー同士で結構もう興奮して「おし行くぞ」みたいになってたから、はい、何が気合いだバカ野郎とかさすっごい聞こえてくんだよ、はい、でうわっと思って先にまずメンバーダンサーに「お前ら先ステージ行け」っつって何かあったら困るからさ、はい、大乱闘になって嫌じゃんでも仕掛けに行くの自分ですよねそれだってさそれ聞こえて僕よりも先に行かれたらもう収拾つかないじゃんだってうち20人ぐらいいるんだよ、はいはいはい、全員で。向こうはバンドだから5人じゃん、はい、ルナシーじゃないよ杉蔵と杉蔵のサポートメンバーだよ、はい、まあ多くても4人5人じゃん5対20ってフェアじゃないじゃんこれは、はい、で先にメンバーに行けといやまだ時間があっていいから行けって言って先にメンバーとダンサーステージに行かせて廊下に出てそして他の出番が終わった若いバンドの子たちがいっぱい並んでたんだよ、はい、僕だけ待ってたわけとりあえずメンバーとダンサーが行くのをずっと見送って、はい角曲がってみんなが行ったの確認してよしっつってで杉蔵の楽屋の中入っていっててめえもねやっちゃったんだよえ先輩ですよねまあ先輩なんだけど先輩やっちゃったんだよねえこう楽屋のとこをバーン開けていや蹴飛ばして入っちゃった、ね、蹴飛ばして入ってで他のさ、まあ、そのバンドの子たちもさ、まあ、行ったからやめようかなともちょっと思ったんだけど、はいさすがにその気持ちのままステージ上がれないから、はい、まあ一人じゃん、はい、最悪さ1対5じゃん、はい、まあこれならまあいいかなそういう基準なんですね、まあ、僕の人数少ないし、はい、なんか大人数で寄ってたかってみたいなこと言われなくても済むし、はいはい、先に言ったの向こうだから、はい、とりあえず言うだけのことは言っとこうと思ってで中入ってたやめえこの野郎ってなっちゃったんだよね言うだけのことは言っとこうでてめえこの野郎から入ってなんか出ちゃったんだよぶっ飛ばすぞこの野郎ってやっぱ言っちゃったんだよね向こうはどんな反応だったんですか本読んでたんだよほう杉蔵がはいでパッて見てえって顔したんだよ、うん、あれって僕も思ったんだけど、うん、なんかテンション違うと思って、はい、止まんないじゃん、はい、だから、まあ、続けるしかないからてめえこれこの野郎って なっちゃって、はい、そしたら杉蔵がポンと本閉じてなんだこの野郎って始まってなんかおかしいなと思ってたんだけど、はいはい、そっからぐちゃぐちゃになって、はい、でまあ本番だったから引き出されて、はい、とにかく本番行ってくださいって言われてステージ行って本番やってその後帰ってきてでもまあちょっと収まんなかったから、はい、まあその時はねぶっ通しやるこの野郎みたいな感じだったんだけど、はい、後々聞いたら、はい、後々ね、はい、杉蔵はただ本を読んでて杉蔵のサポートメンバーが全員それ言ってたんだってあじゃあ杉蔵さんどうしたら杉蔵はただ本を読んでただけだったんだけど、はい、僕はそれが杉蔵かどうかも分かんないし杉蔵の楽屋から聞こえてくるのは間違いないわけじゃん、うんうんまあ、要は杉蔵のサポートメンバーがお行儀悪かったんだよ、はいはいでまあ、その後テレ朝の上のトップの人が間に入って何があったんだと杉蔵と僕の間でいきなり人の楽屋に来ててめえぶっ飛ばすこの野郎はねえだろいやだったらって言われたのだったら本番前のアーティストにうるせえバカ野郎とか調子乗ってんなとかてめえ潰すぞこの野郎っていうのはそれは仮に杉蔵じゃなかったとしてもてめえのバンドのメンバーだろ監督責任はどこ行くんだよそれは仮に杉蔵が言ってなかったとしてもトップの杉蔵の責任なんじゃねえのっていう話をして、はいはい、まあただ楽屋を蹴飛ばして入ったのは申し訳ないそれは僕の幼さゆえの過ちだからそれは申し訳ないと排斥二つ目がありましたただ、はい一言言わせてもらうけど僕一人でよかったと思うよなるほど収集つかなくなりますねメンバーだったらマジ収集つかなくなったよって、うんうん、って言って、まあ、その時は最終的には
そのバンドサポートメンバーの子たちが、はい、まあ頭を下げて終わったんだけど、まあ、杉蔵からしたら後輩がいきなり入ってきててめえぶどうすぞとか言って、この本をパタンと閉めてガッていく時どんな心境だったんですかね。分かんない、分かんないけど僕もさ尊敬しているさ人だからさ、はい、家帰ってさやっちゃったよってまたやっちゃったよって思って、はいはい、もう言ってしまえば僕がまあ、ガクさんが仮に隣の家だとして、そこから何か聞こえてきてガクさんのとこにわーって行くのと同じようなことですよね。あ、速攻ぶっ飛ばされますそう考えたら僕が悪いなですよね。悪い、これは僕が悪い、これは僕が悪いな。勇敢なるノースブリッジ編集部員たちよ、これまで惨憺たる卑劣な偏向報道を続けてきた地球報道メディアの半数は宇宙に消えた。我々が長きにわたる潜入取材で勝ち取った2023年9月4日出版のこのガクト敗戦記こそ世界の驚嘆に値するガクトの真実である。すべての事件の真相を正確に伝えてこなかった地球報道メディア、そして独断で正義を振りかざす軟弱なアンチ集団にいかほどの言い分が残っていようとも、それはすでに形骸である。正直に言おう、炎上におけるいかなるアンチコメントもガクトは読んでいない。そもそもガクトは世間をざわつかせるために生まれてきた。我々は地球のためにガクトの全てを白日のもとにさらさねばならんのである。果たしてガクトは黒なのか白なのか、それを決める陪審員はこの本を最後まで読んだ読者たちだ。よくやった、ノースビレッジ。 Thanks so much for coming. Please go home safely. I don't forget to always welcome on the wild side.